モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい番組ありがとうございます。さあ今日は私の父について。父は昭和7年北九州五市合併ずっと前の小倉市生まれ、五男五女の上から5番目の三男でした。まあ、つまり10人兄弟っていうことですね。まあ、当時はやっぱね、そういう話っていうのはないことはなかったんでしょう。まあ、うちの母だって6人兄弟ですからね、下から2番目。まあ、父は4人兄弟なんですけれどもね、終戦の時は中学校1年生だったそうで、子供なりに大変だったみたいです。食べ物がないから兄弟で汽車に乗って畑泥棒まがいのこともやって、なんとか生きながら、まあ、生き延びていた。中学校卒業後は戦後復興で元気があった小倉の化学工場に就職し、山口に単身赴任などを経てボイラー技師として定年まで立派に勤め上げました。その間、母親の実家がある福間町に分譲住宅を購入し、私が結婚して家を出た後は母親と二人暮らし、毎晩ビールの中瓶の晩酌とレンタル農場での野菜作り、夏と年末の宝くじバラ買いを楽しみにのんびりと暮らしておりました。9年前の夏、うちに生まれた孫娘のためにさらに力を入れた農場でくも膜下出血で帰らぬ人となりました。倒れた時は農場仲間の人たちが大変よくしてくれて、なんとか救急搬送で病院に運ばれて人工呼吸器をつけた状態だったんですが、私たち子供家族は会うことができませんでした。ただもう回復は厳しいというお医者さんの話もあって、母は覚悟していたみたいです。翌日、母から亡くなったという知らせを受けて病院に駆けつけたら、母はあっさりとお医者さんに呼吸器外してもらってよかけんと言ったと、私たちはとなったんですが、お父さんといつも話し寄った延命措置はお互いしないでおこうとという約束を守ったそうです。それから滞りなく葬儀を済ませて、町内の以前からの予約手配をしていた納骨堂に無事納めることができました。享年79歳。子供の頃は悪ガキだったそうなんですが、私の記憶がある限りでは実直で曲がったことが大嫌いな優しい父でした。一人っ子の私は甘やかされてお金の苦労など全くせずにいるのもこの父のおかげでした。父が亡くなって1年ほど経ったある日、その分譲住宅に一人で住んでいる母のところに行った時のこと、突然こんなことを言い始めたんです。あんたが大学生の頃車買ったやろ、欲しい欲しいとアルバイトをいっぱいして稼いだお金を車の頭金にとお父さんに渡したよね。ああそうやったそうやった、残りを親父が払うって。あんたのアルバイト代ぐらいで車買えるわけなかろうもん。はしたがねっちゃ言わんけど全然足りんかったとよ。あんたのアルバイト代には一切手をつけんで、お父さんそれをちゃんと貯金しとった。はあ、そうですか。ねえ、親御さんってやっぱそういうものですよね。え、そうなん？で、車はどうやって買ったと？結局ローンって感じでもなかったけど。ここで母は衝撃的なことを話し出したんです。え、あんたには言わんかったけど、あの時宝くじが当たったとよ。どうしたんだ、今まで声を潜めてはいとか言ってたのに。まさかの展開が。マジで
他の人にいらんこと言わんと送ってますけど他の人にいらんこと言わんとよ、それでこの家のローンの残りを払って車もそれで買ったと。へー、びっくりしました。宝くじに当たったことについてはもちろんですが、それを今まで私にわからないようにずっと黙っていたとのことだったんです。当選金額は1,000万円。うわーすごい。一等の前後賞だったそうです。それを、まあ、バラで買うからね、一等の前後賞っていうことで1000万円というね、当時っていうことでしょうけど、それを聞いた時点ではそんなことがあるんだと驚いて、共に母親の話を信じていたんですが、ふと最近になって、あの話は果たして本当だったんだろうか。え？それを確かめようと思っても父はいないし、母も施設に入って記憶が曖昧。そこで登記簿の中にその記録などがないかどうか探してみたんです。変更記録は見つかりませんでした。ところが登記簿をパラパラっとめくっていると、ひらひらひらっと数枚の書類が落ちてきました。それは金銭消費貸借書、いわゆるローンの契約書、その契約書閉じの一番上に銀行の債権消滅確認書が添付されていたんです。つまり住宅ローンの残りを一括で支払い債務をなくした証明書、その書類の作成日付がなんと昭和58年、まさに車を購入した年でした。あ、やっぱり宝くじが当たっていたのは本当だったんです。へー、実直で真面目な父、それに従った母、宝くじが当たったことが周囲に知られるのを恐れていたんだと思います。父が亡くなったことが周囲に知られるのを恐れたんだと思います。父が亡くなって9年、お骨を納めていた納骨堂の都合もあり、骨を今私たち家族が住んでいる近くのお寺さんに預かってもらうことにしました。手続きや新型コロナウイルスのなんだかんだでやっと昨日納めることができてほっとしているところ、前の納骨堂から骨を引き上げて借家にしている当時の家と倒れた農場を、倒れた現場の農場をお骨と一緒に車で回って次の落ち着き先のお寺に無事納めることができました。また一つ懸案事項がなくなったことでほっとしながら、これまでのことを思い出すいいきっかけになったので、おもろい家族にメッセージいたしました。長文大変失礼いたしました。ねえ、すごい話だね。ですね。まあだからね、お父さんは大変苦労して、で、自分自身は一人っ子で、まあお父さんの苦労とはね全く違うんだろうけど、まあそれはね状況によって違うし、お父さんがそうするべきだって思って、やっぱりねお金の苦労はやっぱり息子にはさせないっていうことで一生懸命育て上げたっていうことなんでしょうけれども、実は宝くじが当たって、すごいんだ。すごい話だよね。はい、ねえ。さあ、それからね、これも行きましょうか。ちょっと時間があるんでね、短く、はい、これ男性の方ですね。秀樹さん、中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。マスクが欠かせない今日この頃、先日用事があったんで妻にお願いして運転してもらって用事先に向かいました。到着したんで車を降りようとした時に、あ、マスクしてない。あらららららら。これね。もう今ね、本当に、あーって思うんだよね。そうなんです。もう外歩けないよって。そうなんですよ。妻が、何しようと、持ってこんかったと、と怒り始めて。しかし、そんな妻はマスクしているではないですか。いやいやではあったんですが、背に腹は変えられない。ごめん、そのマスク貸しちゃらん。やばい、なんで貸さないかんと気持ち悪い。気持ち悪い。分かっちょ、気持ち悪いのは俺も同じばい。同じってちょっとちょっともいいですね。分かっちょ、気持ち悪いのは俺も同じばい。でも仕方ないやろ、このまま引き返すことできんし、と、なんとか拝み対をして、マスクを借りることに成功。ためらいはありましたけれども、マスクを装着。うん、うわ、くっさ。もう、やだー。予感はしていましたけどね。
ひどいねこれ。もうほんとうわくっさ。そう思ったんですけれども、まあ一応お礼代わりにっていうことで、でもこれも関節キスやねって言った瞬間、気持ち悪いボコッとクーパンを食らいました。マスクなしの日常に戻ってくれ大変ですよ。ですよね。いや僕もねこの前ね本当に、車で移動して、はい、で降りた瞬間、あマスクがって、でもうすぐ目の前にドラッグストアがあって、あでまあ今はね、まあ、なんとかマスクやっぱあるんですよね。そうもう最近はね、はい、なので、まあ、すぐにドラッグストアに入って、うん、マスク買って事なきを得ましたけれども ね、 ね、いやそれからねマスク着用するとねちょっと熱中症っていうねその危険性もあるっていうことなんで、うん、人がね随分離れてるみたいな、そういう散歩の時にはマスク着用はあの大丈夫だよっていうことみたいです。モーニングジャム